後から分かったんですけど、なかなか海外の人から海外の人に受けるかなと思う世界観だと思って作ってるんですけど、海外の人からするとそのなかなか難しいみたいなんですよね。その人間界と悪魔界のある世界の話なんですけど、特にキリスト教圏の人たちだとそれと天使と悪魔とは表裏一体で、全部セットの世界観はすっと理解できるんだけど、人間界と魔界しかない世界ってなかなかこう斬新ってわけじゃないんでしょうけど、あの難しいみたいで、海外の人にはなかなか説明するの大変でしたね。ただね、日本の人だと割とデビルマンとか育ってる、まあ、そうですね、まあ漫画アニメですね、よくある感じなん で、うん、でも一番やっぱり世界観はまあ割とすんなりいくんです。そんな感じでそのまあ悪魔と人間が対立してんだよっていう話ですっといくんですけど、あのキャラクターダンテが難しいんですよね。そうですね、まあ3の時もそうですけど、まあ4の時もそうですよね。そうですね、ダンテとネロとかね、うん、だからまあ逆にキャラクターができると自然とねキャラクターが動き出すんですけど、なかなかそれが決まらないとその他もな、ね、そうそう決まらないですよ ね、うん、そこがその下村さんとは積み重ねがあるんで、あの、まあ、今回のスペシャルエディションもそうなんですけど、じゃあやりましょうかこんな感じでっつったら、はいはいって言ってできちゃうみたいな、ちょっと思い出すの待ってねみたいな感じで、思い出しましたみたいな感じで、本当キャラクター世界観もそうですけど、キャラクター性と合わせてのこのデビルっていうのが、まあ、時間かけましたね。やっぱりネロってまた新しいキャラクターなんで、でまあ4に関してはまあダンテがいてネロがいて、ダンテがこうだからじゃあネロはどうしようっていうとこから始まったんですね。ただそのネロとそのデビル3のダンテともまた違う差をつけなきゃいけないっていう、その辺はすごく難しかったですけど、ただやっぱりあのお互いのキャラクターが持ってるものって一緒なんですよね。熱いものっていうのは持ってるんで、そこはブレないように、だから例えばその3のダンテはオープンに楽しんでる感じがするんですね、あの戦いを。で4のネロに関してはどこか楽しんでるんですけど若干カッコつけてるっていう、何ですかね、中学男子高校生がちょっと女子の前でカッコをつけてるみたいな、ちょっとそういうノリも入れながらやってましたね。本当1ミリの無駄も許さない、無慈悲で純粋に力だけを追い求める。でこれも面白い話があってっていう、まあ言うたら居合斬りとかすごい侍のイメージで言ってたんですけど、これもアメリカ の俳優役者さんのダンっていうあの人がもうその武士道とかすごい好きなんですけど、アメリカの人なんで若干そのワイルドなんですよね、はい、若干ワイルドでいろんなその刀を使ったアクションも基本すごいできてる人で、間違ったアクションをする人じゃないんですけど、そのアメリカ人豪快アレンジがすごいいい感じだったんですよね、うん、それがそのそれもあってその完全に日本人の静かな武士とか侍ではなくて、若干そのワイルドな感じも入ったバージルっていうのがそこで完成したっていうのがまあ印象とかやったかなと、うん、そうですね、まあ、トリッシュに関してはそのすごくいつも説明楽なんですよね。金髪美女いい女です、うん、クールでだこんな女の人嫌いな人いないよねっていう人にしましょうっていうところで、割といつもトリッシュで悩むことってそんな、そうですね、僕もあの最初聞いたイメージ通りであの動きもいつもやってたんで、レディに関してはまたこれまあ、新たなキャラなんでっていうところありましたね。レディ大変でしたよね、うん、それこそ脚本から一緒に作っていってたんで、うんうん、複雑なキャラだったんですよ昔は、うん、あもっとそうそう親の敵を取るために、
3では出てたんで、はい、すごくその複雑な感情を持ったキャラなんですけど、うん、それから年数経って4だと、うん、そうかなりノリのいいお姉ちゃんのとこだけが残ってて、そうですね、それはそれでまた好きですけど、はい。